2016年ゼルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました、世界バイナリーオプションスペシャリストの半間洋先生です。2017年は世界第2位でした。現在ゼルトレーダーは FX 統一となってます。今回ですね、2018年11月の終わりになるかと思います。試験投資でですね、平均ピップスが30ピップス以上の利益で分析、50ピップス以上での分析でやって試験投資してみたんですけれども、2番ほど勝ち越したんですけれども、全部で6本ぐらいですかね、シグナルが出て、2本ぐらい勝ち越したということですね、プラスの方で。それだとね、シグナル数が少なくて投資数が少ないんで、偶然勝てたかもしれませんけれど、か分かりませんけれどね、いつもこんな感じだったら次回はジェット機が買えるんですけれども、投資数をちょっと増やすために30ピップスでちょっと分析させて投資、試験投資、デモ投資でやってみようと思ってですね、今変更しました。今11月29日3時59分ですね、夕方になるかというところですね。ここでね、70% 以上、10個以上の取引で30ピップス以上平均ピップスがということでね、これで稼げるかなって、大体これは2週間前からの分析でね、正確に、ルールに従ってシグナルを出してるんですね。で、その勝率が出てるんです。上側はね、78.6% という14回出てるんですね。平均ピップスが32と出てるんですけど、実際 20% ぐらい落ちますね。だから実際 68% ですか、左上はね。68% ぐらいだと思います。勝率がね。20% は落ちるということでね。で、木曜日で29日でもう木金しかありませんから、今度これまたデモ講座リセットして5000ボナスから始めてね、じゃあプラスになるか、木金土曜日ですね、朝方までだから朝の土曜日までですね、5時ぐらいまでで、稼げるかということでテストしようと思ってます。これで稼げればもう次回はジェット機が買えるでしょう。今週これでね、稼げればね、でもね、ちゃんと稼げればね、一応厳しくしたところではまあタイぐらいになるかなというような感じだと思うんですけど、勝ち越しましたけどね、これでどうなのかってことですね。このインジケーターで投資しているわけですけども、このインジケーターの性能はですね、かなり良くなってきましたね。70% 以上の勝率、実際は 20% 引かれますから 60% ぐらいの勝率でね、いくんじゃないかとね、思ってます。 60% が 20% ぐらい落ちるんですね、実際はね。ということで頑張ってます。問題はね、こうですね、これデモなんでね、ちょっとこうこれどうやってシグナルが出るかというとですね、こう踏んでるんですね。NGDJPY。シグナルが来たら、NGDJPY って。上に、ある。ね。こんな風に、シグナルが来たら、自動で動きます。ライブ投資はここから手入力となるんですね。で、でもなんで自動売買で動かしますけども、ライブでは手入力として投資しないと違法な、規則違反になりますからね、必ず注意してください。で、
これで、まあ、シグナル待ってんですけど、まあ、これ一旦また切ってね、こういうふうにシグナル待ちにしておきます。それで、まあ、これでシグナル出てこないかなということで、待ってるわけですね。なんかもうすごく正確になりましたね、シグナルの出し方がね、調整したのね。これでうまくいったらまた今度ライブ試験に入ります、戻ります。1000円ずつね。こういうふうな感じでいいかな。10個以上で70%以上、30ピップス以上ですかね。でいいんじゃないかと思うんですけどね。白文字になってないところはね、まだ見つかってないんですね、シグナルがね。他の通貨。まあ分析待ちですね、今ね。今日全然出ないですね、シグナルがね。12日でね、分析してるんですよ。というのはね、土日が挟めて、ダブルの土日が入らないようにね、12日、2週間って14日ですけど、14日だとダブルで入っちゃうんですよ、土日。土日は関係ないんでね。だから、12日で分析させてます。そうするとね、いいみたいですね。12日間での勝率見てこの数なんですね。だから10個以上ですから結構少ないですね。10、10、10、10、10、10だからね。